はい、こんばんは。星野光でーす。すいません、よろしくお願いします。ふぅ、もう野球も終わって眠たいですね。てかずっと無人だけど大丈夫？ほんとずっと無人ですよ。これやばいよね。だってもうこれ配列見て配列もうダメじゃん。配列おかしいし。これあれじゃん、中属性地獄じゃん。どうすっぺ。これさすがに防御した方がいいっしょ。苦手属性5枚の中属性は地獄だよね。わけわかんねえ。あ、もしかして寝落ち？もういっか。今日はね、わけわからんわ、これ。これで乗ってきてたら結構えぐいからね。期待は、あれだよ、結構いい期待だよ、みんな。
あら今日2名寝ちゃってるかも。まあいいか。なんかすごいな今日は。今日は4対2か3 こっちも寝落ちですね。まあもう制圧は適当でいいと思いますよ。やっぱりね AI モードを導入すべきよ、もうねみんなに負担かかりすぎこのゲーム、そしたらもうちょいなんかあれなんちゃうねえ、制圧さん盛り上がるんちゃうかな。全部マニュアルにするからダメよこれ。このゲーム欠陥が多すぎるんだよね。
もうなんかどうしたらいいのかわかんねえな本当に。これさ、なんか運営さんさ偉そうなこと言ってるけどさ、これどう思う？本当に完全に成り立ってないよ物事が。もうなんだかな、何をやってるんだろうね本当に。あれですよね、なんかリーダーがね、制圧戦始まったら6体のうち、まあ6体全部なんか王とかマニュアル化ねされればいいっすよね、リーダーサブリー、うん、まあだから負担は大変だけどね、常に制圧戦インしなきゃいけないって感じで。だけどそれ見てあねえ、OK 出ないからねえ寝落ちしてるとかっていうのだったら、そこでねオートモードに AI モードにすればいいわけだから、まあそういう切り替えをなんかねこのゲーム内のねプログラムの方でねコマンドを追加すればいいんじゃないかなとは思いますけどね。まあ単純にあれですよね、制圧戦で、コマンド OK 出ない場合はAI モードに自動切り替えでもいいとは思うんですけどね。うん、ただなんかねタゲか、でもまあスキルも出ないからそれでいいんじゃない、オートタゲとかその辺の部分はね
もうなしにしちゃってさ。もうなんか終わっちゃいましたね。結局4対1 なんかあれですよね、もうもう完全になんかゲームっていうか、もうお互い何やってるんだろうって感じだよね、こうなってくると。もう僕はね、本当に何だろう、どれぐらい回避するかなっていうのをもう見てるだけでいいですからね。さあ、結局もうほぼね、無人状態、まあもう無人でカウントしますけど、これこの3週目だよね、もうラスト明日と来週3試合4試合でしょ。これでね、まあ1日2日ぐらいは友人あると思うんですけど、結局今の A 戦って12試合あってだいたいね10試合は無人ですよ。これがね、あの現状っていうか、何ね、多分制圧以外はあのプレーしてると思うんですよ。結局制圧戦に対するあの運営にもうボイコットするっていうかさ、もうねえ、まあこのスタイル見ててもわかると思うけど、運営のプログラムに対してさ、みんなボイコットしてるわけよ。だからさ、もうちょいさ、バンダイナムコの方は殿様営業にならずにさね、確かに課金者、上の課金者が重要なお客さんっていうのはわかるよ。だけどさ、だけどやっぱりねえ、高級車の販売とかじゃないんだからさ、一応ソシャゲなんだからさ、ねえ、人数いないと話にならないわけだから、だから分母をもっとさ、なんかねえ、
こう楽しませるようなゲーム、うーんねえ、でさやっぱり人が増えればさ結局その中からなんかこのゲームに対して可能性とかさなんかやりがいとかあとみんなさそのゲームにのめり込めるのめり込めないのさ基準って自分の居場所がそこにあるかどうかなんだよね。もう今の新規で始めた人とか無課金の人ってあんまりこのゲームに居場所がないわけじゃん。なんかね自分がその輝いて要はね遊べるっていう、それをさもっとなんかねえ、なんか作っていかなきゃ話にならないと思うけどね。なんか自分たちの出す商品っていうかカードのなんかね重要さっていうか貴重さをさすごいアピールしてるけどさね、だからなんかミスったりとかねしてもあの保証も何も全然してくれないじゃんね。そんな価値ないんだよこのゲームのアイテムって。でも運営はこのゲームのなんだろうアイテムに対してすごいなんかねえ貴重なものだよっていうのとかお得なものだよってアピールしてるけどさそれついてきてるねえそれ乗っかってるプレイヤーってもう1割もいないんだよ。そこをもうちょいなんかさ理解してほしいな。本当にね終わっちゃうよこのまんまだと。